はい、じゃあ、あの、それぞれあのご自分の研究っていうのはどんなことをやっているのかっていうのをじゃあまず一言話していただいて、あと今何が、まあ、その分野でホットかっていうこと、あるいは自分があのこれがやっぱ面白いと思うっていうそういう魅力をお話しいただくっていうことでいかがでしょう。じゃあ最初内藤さんからいきますか。あんま健康と関係ないんですけどいいですか。どうぞ。まあ、僕が研究でやってるのは進化なんですけれども、生物の進化って自然科学の対象になってるけれども、1回しか起こってないっていうか、この地球上で1回起こって今も続いてることを分かろうとしてるんですけれども、まあ、自然科学っていうのはそもそも何回やっても同じ結果になるんだったら、まあ、正しいってことにしとこうっていうドグマの上に成り立ってる学問なので、まあ、自然科学と進化ってあんまりこう反りが合わないって思ってるところがあって、なんか歴史学に近いところもあると思うんですね。私の研究分野は、まあ、広くはスポーツ科学で、狭くは人の動きとか動物の動きですよね、まあ、最近は馬やってるので、うん、動物の動きを、まあ、今日本で唯一と言ってもいいんですけど、サラブレッドの研究やってるんですけど、動きのメカニズム、匠の動きっていう研究で、もう一つはそのまあ動きを研究するために、観察する道具を作るとか、スポーツ工学っていうウェアラブルデバイスを作るとかですね、そういうものづくり系のことをやってるっていうのが、まあ、2つの大きな本流ですけども、で、まあ、興味の対象はもともとはそのスポーツパフォーマンス、自分もスポーツ選手だったから自分のパフォーマンスを上げたいっていう動機から始まっていて、やっぱりこう東京オリンピックもパラリンピックも、それからリオデジャネイロもスポーツ庁の仕事をして、まあ、メダル取るぞっていう人たちに貢献してたのは間違いないんですけど、最近の自分の興味は我々の分野のトピックはっていうのじゃなくて、自分の興味はどこにあるかっていうと、もうちょっと身近な科学ですね、身近な科学現象というか身近な自然科学の現象に興味があって、例えば研究室で取り組んでるテーマで非常に面白いのは、みんなかけっこするときに、ランニングするときに、こうカーブ走るときに体傾けますよね。あれなんで傾けるんだっていう研究を今研究室の博士の学生がやってんだけども、我々さっきの量子論には及ばないんですけども、我々目で見たものが、そうあるべきだって信じてんですけど、人間の動きって形になってるものっていうのは運動の結果なんですよね。まあ、物理現象化すると、まあ、力が作用するとニュートンの力学に戻っちゃうんですけど、我々量子力学とは遠く古くニュートン力学しかやってないから、力が生じると加速度が生じて、加速度が速度を生み出して、速度が位置を変える、でつまり形の変化っていうのは力が及んだ最終結果なので、こう傾いてるっていうのは実は傾けてるんじゃなくて傾いてるんですね、体がね。だからそれ結果なんですよ。すごい、私も共感できます。私はまあ、癌だったりとか、あるいは難病の方たち、もうそのある意味治るっていうことはないかもしれないけれども、その病気と、まあ、上手に付き合いながら人生こう自分らしくこう生きていこうっていう人たちと、まあ、一緒に活動することが結構あります。でだから健康っていうよりもなんかこうウェルビーイングっていう言葉の方がすごくしっくりくるのかなってこの頃思っているところはあります。本当内藤さんおっしゃる通りで、健常にこう生まれてきた人っていうのの感覚と、まあもうずっと小さい時からこう病気抱えながらこう生きてる人とか、あるいはその障害をこう持って途中から持った人っていうのももちろんたくさんいると思うんですけれども、なんかやっぱり
考え方ちょっと違うところあるかもしれない、1-0ではなくて、でだからその日のこう、まあ、今日はとっても自分的には健康だなって思う日もあれば、まあ、今日はそうじゃないなっていうのはみんな誰でもなることなのかなと思います。でもう一つはそのやっぱ健康っていうのはその遺伝子とかあるいは生活習慣とかその生物学的な要因だけで決まらないじゃないですか。例えば個人のレベルだとその心の持ち方とか物事をちょっと楽観的に捉えるのか悲観的に捉えるのかなんてこともそうですし、まあ、さらにはその個人 の、 その所得とやっぱり関連して受けてきた教育だったりとかあるいは育った家庭環境家族の状況だったりとか、まあ、お友達とかその知人とのつながりだったりとかなんかこういろいろなその社会的なネットワークみたいなもの、これ個人 の、 その社会的あるいは経済的な要因というもの で、 でさらにはその今戦争が起きてますけれども、その国 の、 その政策とかあるいはその自分の住んでいる自治体、ね、市や町 の、 まあ、状況だったりとか、あるいはその職場とかそのもうちょっと小さなコミュニティだったりっていうその人のつながりのこう豊かさだったりとか、まあ、制度だったりいろんなものをこう含むその環境的なその社会要因っていうのがあって、これ全部ひっくるめて健康の社会的決定要因今すごく注目されているわけです。なんかその中でも私はそのコミュニティの作り方とかその人とのつながりのこう豊かさっていうものをどういうふうにこう作っていくとその自分 の、 その心身の、まあ、自分なりの健康だったりウェルビーイングだったりとかあるいはその良い人生を送れてるなっていうその感覚だったりとかっていうそれにつながっていくのかっていうそのあたりにやっぱすごく関心を持っているところです。今回健康っていうテーマで3人集まってるんですけど、健康と関連してどんな研究とかどんなことをされてますか、実践で。